倒れた笛はない。さあここで待っていた渡辺スリーコーナー来た。渡辺1本目。そして第3クォーター終了のブザー。ローテーションでしたね、はい、早かったです。ここも長屋に詰めます。谷口から安藤、ちょっとパス乱れている中で決めた。難しいと体勢で。このシュートはサンバが奪って、ヘソン、野崎打てるか、来た。第2クォーター終了間際のブザービーター。こういったところもここでヤングジュニアややミスマッチになっている。そしてファジーカスステップバックして外へ出し、篠山に任せるウイングから、これはポイントは取られています。決めて終わることができるか。東京コブス2秒1秒から、回ってやはり打ってくる。おー決まりました、ブザービーター。3ポイントリード、守りきれるか。シュート決めてきた。ロングスリー決めてきました。いきなりですか。ここは決めて8点差になっています。岡田パンクショット、ブザービーターで決めた。これは岡田のスーパーショットだ。素晴らしいですね。ホセからもう一度ダバンテガードナージャクソン振り払うか。コーナースリー、ホセヤよく決めた。よく決めました。失敗でしょうか。そして京都およそさらにリードを広げたい。マシューライトストリープのコーナーどうだ。あーついた、ついた。斉藤が早めに打ってくるスリーポイント、エンドワン。まだわずかに望みをつなぎます。斉藤匠複数のポジションができるって形ではありますね。金丸のスリー決めました。わ素晴らしい。そしてエンドワン、ファウルも吹かれています。バスケットカウント。アレン、アレンのガロソン、さあアレンのスリー、ロングスリー、あロングスリーが決まった。これは大きいですね。大きいですね。大事なところで、ちょっとドラムやり合っている。ここだ、ユトフ、ユトフ下地もスリー打てるか。ここでスリー打った。あー決めてきた。これ決めてくれたっていうシュートですね。ニュービルに、ニュービル、ニュービルが外、スリーポイント。あのすごいプレッシャーだと思うんですよ本当に。それでも決めます。しかも推進